警視庁などによりますと、20日午後、墨田区のアパートの一室で70代の男性が倒れているのを警備員が発見しました。部屋にエアコンはなく、男性は熱中症になっていて、搬送先の病院で死亡しました。このほか新宿区で10日、40代の男性が路上で熱中症の症状を訴え、その後死亡するなど、東京23区では20日までに20代から80代の男女11人が死亡しています。去年の同じ時期に比べて8人増えています。厳しい暑さは今後も続く見込みで、東京消防庁などがこまめな水分補給を呼びかけています。